利益税。それを軸にし、思想的にはかなりのパワーを持ったとは思うのだけど。反発する方がおかしい。そう、言い切っても良いような状況。しかし、それでも危機感。オーガさん、それを、最後の審判として持たない存在が向こうにいる、わけだ。自身の衝動のみこそが神。オーガさん、それは物理を土台にした審判であり、戦争の結果であるはずだが。その意識にとってはその戦争は、その場所も、存在しない。現実とほぼ同じ環境を仮想で作り、戦争を、そこ、で行うことで、やったことにする。結果、実際の損害までは、至らずに決着する、というのが理想、だが。構築度の問題もある。しかし、それ以上に戦争を避けるという理解の方が上であり、的な感覚はでも今も微妙に成果を出してない。戦争とじゃんけんの区別はどこ？